もうね、はい、モーニング娘。のメンバーたちも、はい、本来はね、はい、まあ、義務教育だったりとか、ね、まあ、お勉強する時期なんですよね。そうですね。踊りとか、はい、まあ、歌はそれなりにも評価されてるんですけども、まあ、実際今どれぐらい勉強してるのかなっていうことをね、ちょっとチェックしてみようかなと。まあ、そんなことでございまして、今日はモーニング娘。の課外授業を行いたいと思いますんで、楽しみに。ツンツベはモーニング娘。を迎えての課外授業をやってみた。ツンク先生、よろしくお願いします。まだまだやるところよく転ぶよ、さやしは。いや、流行っててもよく転ぶからね、さやしは。すいません。ドジッコアピールですからね。アピールなんですか、合わせてたんですか。本気だと思っちゃいましたね、今ズキュンってきちゃいました。ね、でもまあね、季節連着席やってもらいましたけどもね、はい、秋に1個ボケてもいいんだからね。ちょっと私はボケるキャラじゃないんです。あ、そんなキャラも決まってきたの、だんだん。あ、キャラ的には世界一のアイドルを目指してるっていうキャラクターではないんですけど、うん、本心目指してて、うん、キャラクター的には空気が読めないっていうキャラ。ボケたりとかできないしたらダメなの、はい、空気読めなくて成立しているってこと、ね、はい、うん、あ、成立は失礼いたしました。お願いいたします。ですね、いくた鉄板でございますけども。さあ、まずはですね、じゃあ今日はね、もう課外授業ということでいろいろね、やっていきたいと思いますけども、はいはい、じゃあちょっと皆さん自己紹介してもらいたいと思います。はい、こちらからいきますか。じゃあいくたから、はい、はい、じゃあお願いします。はい、モーニング娘。9期メンバーの世界一のアイドルを目指していて、新潟さんを応援する会会長の生田絵里奈です。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ続いて、はい、9期メンバーの鞘師里保です。今日はたくさん手を挙げて発言するように頑張ります。よろしくお願いします。ねえ、はい、そして、はい、モーニング娘。10期メンバーの、コロナ禍では学年が一番上なのでしっかりしなきゃなって思っています、石田由美です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、生田さんみたいにキャラが定まっていません、11期メンバーの小田桜です。よろしくお願いします。なるほどね。私はキャラが定まってないという。あ、キャラ定まってないんです。定まってますよ、私の中では。今年の生田さん見たく定まってないです。あ、そういうことだ。でも小田のキャラってどう見てて。そうですね、最初おとなしい子だと思ったんですけど、うん、ガチガチきますよ。あ、どういうふうに、どんなとかうざい。うざい。でも今みたいに言うところも、なんかまだ入ってきたばっかりなのに、うん、自分のキャラがとか言うところも、うん、自信持ってるなって思います。あ、なるほどね。そんなモーニング娘。の9期、10期、11期でございますけどもね、はい、お送りしたいと思います。まずは最初はですね、ホームルーム。はい、今日のホームルームのテーマはこれでございます。じゃん、こちら。書くのね。貼り付けとかじゃないのね。書きます。うん、はい、このままヘルプミー。はい、こちらでございますよ。ヘルプミー、はい、はい、助けて私をということでございまして、はい、さあ、最近何かありましたか、ヘルプミーのこと。はい、はい、じゃあ一緒から。はい、うん、私いつも部屋でメイクをするときに全身鏡を使ってメイクをするんですね。うん、家で普段出かける前、はい、仕事行くとき、プライベートを含めて、はい、全身鏡の前で自分の部屋で座ってメイクをするんですけど、うん、あ、なるほど、ね、いつもテレビをつけっぱなしにしてるので、はいはい、鏡越しにその人を見てたんですよ。なるほどね。で、ちょっと角度変えたいなと思って鏡をこう持ち上げた瞬間に倒れていって、うん、あるうわ、死ぬと思って、うん、こう全力で支えながら助かりました。変えたやん。今です。はい、今来てます。倒れなくてよかったね。バシャーって倒れなかったですね。怪我人の多いモーニング中、ハローはね、気をつけていただきたいですけどね。全然。さあ、続いていただきますか。はいはい、じゃあ、サヤシ。はい、そうですね、私はクマエレージの中西かなちゃんと仲がいいというか、すごくくっついてきてくれるんですよ。あ、向こうからね。はい、向こうからなんですけど、あの中西かなちゃんって、はい、自分のことをゴリラって呼んでくださいって。あー、言うね、かわいい。言うんですけど、気持ち悪いんですよ、正直。どういう。だってゴリラって呼んだら喜ぶのみたいな。はい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 。でも、どうしてもゴリラって呼んでほしいらしくて、うん、ずっといつも言ってくるので、うん、助け
けてほしいんです。なんでこれゴリラって呼ぼうよ。誰今呼んでる人おる？春菜ゴリラって。私たまにゴリリンって呼んでます。ゴリリンかわいいかわいい、あかんかわいい。どっちが先輩？私の方が先輩。あ、じゃあいいよ、ゴリラゴリラって呼んじゃっていいんですかね。じゃあスマイレージのゴリラがスマゴリにしとく。スマゴリにしとく。スマートにしとってスマイレージのゴリラで。あ、いいですね、なんかスマゴリ、スマゴリ。じゃあ練習してみよう。はい、はい、じゃあスコープしてきて、はい、ダニエスさーん、スマゴリ。おー、いいね。おー、いいね。ちょっと今のやっていくよ。あ、はい、そういうキャラもいいよね。さあ、他にヘルピー誰がありますか。はい、じゃあ、小田さくら。はい、最近ではないんですけど、4歳の時に、真冬の公園に遊びに行って、池が凍ってたんですよ。それで別に何も考えず、スケートするって、大人の意見を全然聞かないで行ったんですよ、池に。スケートもしてたの、それ。いや、全然、なんかテレビで見て憧れてたのが、行って、したら見事に氷が割れて。それ割れるわ。で、真冬の池に落ちて溺れたんですよ。うわ、寒い。そうなんですよ。でも、その後の記憶じゃなくて、いや、お前よく記憶なくなるな。大丈夫か。その時はユダリザーツはしなかったの。私、あんて割れ、あ、ユダリザーツは4歳の時はまだあんまり記憶なかった。まだできなかったよね。なんか、目が覚めた時どこにいたのかすら覚えてない。へぇー、全然だ。私、休憩メンバーとして入って3年目が経つんですね。3年目になるんですよ。もうそんなんか、はいな。それで、歌が一向に上手くなってるっていう自覚がなくて、なんかつんくさんには結構いろいろ歌が上手くなるためにはどうしたらいいですかって言って、モノマネってやれてるんですけど、そのモノマネをしようと思って、この前休憩メンバーで全員でモノマネ大会をしたんですよ。でも一つも似てるやつがなくて、誰のモノマネをしたの？一回だけ、あの、三河健一さんのモノマネをして、あれ全然音が合わせれないんですけど、そういう私はサソリ座の女。戻してる。戻してますよ、戻してますよ。でもやっぱりモーニング娘。で、あの、田中さんとリホが今2人で、あのソロいっぱいある中で、私今回のヘルプミンのソロが歯だけなんですよ。どこ？吐息の2番のブレイクしてるところの歯ってだけなんで、そこだけね、はい、なんで一文字はソロ欲しいんですよ。ああ、もうせめてね、はい、文字だけでも、文字だけでもいいんで。ああ、もうちょっとやな。プロデューサーは君だ。秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。ますます盛り上がりを見せるバックステ外神田一丁目を君ならどうプロデュースする？秋葉原へ急げ。ワンマンライブ当面半ツアー開催決定。たくさんの愛と勇気を届けるよ。アフィリリルー。それかわいいね。てかそれティーナっしょ。ティーナ、これティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストけな。いいぜー、超かわいいな。どうするね。ティーナって何？ティーナ。喜びをマルハン。競わせてみた。今が旬のアイドルグラビアユニットが登場しガチンコバトル。マシリネット生放送の獲得ポイント、人気投票やブログアクセス数を競う。それでは番組タイトルコールをどうぞ。せーの、
勝負の行方はまだわからない。詳しくはマシュルで検索。テレビをご覧の皆さん、お手持ちのスマートフォンからカカオトークのアプリをダウンロードしてアクセスしてください。アカウントはこちら。カカトも申請して参加してね。ツンツベ3月5日にインディーズデビュー決定。ツンツベ公認ニュータイプなアイドルニコーズ、渋谷を拠点に活動も本格化。君もお気に入りを見つけてくれ。いつでもどこでもヒップホップな舞で12のさーっと人を元気に。二の里、運動神経の塊、そのキレと躍動感は波じゃないけん。フロム広島カンナミ。3時5分のあずさ5号であなたは私の笑顔から癒されます。あずさ5号。声優のじっちゃんの名にかけて心は熱いニコロック。メロック。鶴は千年、亀七は何年。彼女を見てると長生きできる。亀七。何も考えずに走れ走れ、あなたも走れ。走れミオス。ハスキーはお好き。渋谷一の渋い声、行くの工藤。明るく楽しく前向きに、ニコーズのヘッド、あったまりにおいで頭。ニコ動の踊ってみたでは雫と呼ばれています。癒しの神、癒し。寒くもなく暑くもなくちょうどいいのが摂氏20度。開運200度開脚必見摂氏。室内脱力系ハムスター的ヴァンパイア仕様ニーポ。ミュージカル的ソプラノからのハニメーゴーエーニー。アドリブ大歓迎。あなたが何か言ってくれたら即興で歌って舞うわ。ウテ兄さん。さあ最初の時間は社会。社会の時間。そうそう、みんな学生とはね、社会は大事ですからね。やっぱりね、知っとかないとですからね、はい、いろいろ。ただ僕はね、あの社会嫌いだった。社会が嫌いなんですか。なんかいろんな物知りですから、はい、あの歴史がダメだったんですよ。確かに難しいですよね。もうね、なんでそんな覚えなあかんの。記号なんかどうでもいいやんけど。社会、もう他はみんな外ってるから社会だけ外ってみたいな。そういう人生でしたね、僕は。で、今ここを出すのもちょっと不安かもしれない感じですかね。そうですね。問題を。不安な先生から問題が出ますが、皆さん頑張ってください。頑張ります。じゃあまず第一問。じゃじゃん。現在の総理大臣は誰でしょうか。まあこれは社会の問題というよりも、なんでしょうね、一般常識に入るんでしょうかね。それでは皆さん、これでは終わりましたでしょうか。では、一斉に出していただきたいと思います。答えをどうぞ。オープン。ドン。安倍さん、小水に行くんですね。水にしちゃったんですね。ちょっと広くなっちゃいましたね。そして、なんか適当に書いた吉田安倍さん。安倍さんですよ。まあ安倍さんですけどね。もう石田は完全に文字が減ったら勉強してないの、お前。いや、テレビを見てないんですよ。あー、なるほどね。毎日の続きいきましょう。じゃあ、第二問。織田信長が家臣の明智光秀で裏切られ殺害された事件を何と言うでしょうか。さあ、よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 OK でしょうか、はい、さあ、それでは一斉に答えを出していただきましょう。どうぞ。あぶん。ドン。お、本能寺、本能寺、本能寺の字がお前何ことになったんだ。知ってるか知らないか。信長の部屋。行くといいよ。今日はまさきがいないからね。ある種独占状ですから。はい、それをね、ぶっ飛ばしていきたいな。じゃあ次の問題いきましょう。はい、じゃあ高度経済成長が始まった昭和30年代三種の神器と呼ばれた家電は何でしょうか。知ってるか。これはよく現代史に出てきますから。はい、習ってない。だってまだ明治時代にも売ってないですよ。段階的に昭和にまだ届いてないということですね。家電は分かるぞ。はい、はい、ね、字の幅は関係ありますあります。さすがですね、読んできましたね。じゃあ全員一緒にオープン。バーン。さあ石田がテレビ、洗濯機、炊飯器。
サンプルがカラーテレビ、冷蔵庫、洗濯機、冷蔵庫の像がちょっと怪しいんですけども、そうですね、テレビ、レンジ、トイレ、トイレなかったの。なんか、器って書いてたから、なんかちょっと便器を三種の便器はい、そして、いった、いろりいろり水、え、水これ炊飯器です炊飯器だ水水器になってます竹の棒って何だあの、つくやつつくな、あ、電気じゃない電気じゃない、さ、家電って言ってるでしょ家電やね。いや、これ、ふんふんしたの。それを家に欲しがったの。料理屋って、炊飯器。この後も珍回答続出。プロデューサーは君だ。秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。ますます盛り上がりを見せるバックステ外神田一丁目を、君ならどうプロデュースする？秋葉原へ急げ。平安時代、その間にあった時代は何？あ、みんな幾度に戻されるんですか？待ってください。あのさん、戦国時代、古墳時代、あと15万円までおどうせ僕には少女時代ぐらい書いてほしかったな全然これもう大サービスですよ。オープン。おっ、全員正解。やったー、やったー、すごい嬉しい。なにこの嬉しい気分。全図弁、小学生問題です。え、どうしよう。発電所を表す地図記号を書いてください。発電所ってなんだろう。発電所じゃあ皆さんのオープンしてください。どうぞ。すごいですね。正解はこちらです。バーン。あ、知ってる。ちょっと似てません。そんなに欲しい。まあ、惜しい。全然ダメ。さあ、じゃあ社会ラストの問題です。バン。二酸化炭素などの温室効果ガスにより地球の温度が上昇し、世界各地で異常気象が起こるということを何というでしょうか。最後はね、気持ちよくみんなで終わっていただこうと。そうですね。オープン。地球温暖化、地球温煙化、地球温煙化、同じボケしてるのということでね、社会はほとんどわからないということで、僕たちの未来が本当心配でございます。はい、以上、社会の時間は以上です。いや、勉強になったな。お次は全図弁。さあ、続いては英語。英語の時間ですよ。もう英語はね、勉強じゃないんです、本当言葉なんで。これ国際化は大事ですしね、もう日本人たちも今世界行ったりしてますから、英語ぐらいでご挨拶ができないと、これからもね、もう今支えていけませんから。はい、で今日特別講師に来てもらってますんで、乗り行きましょう。この方です。 Hi everyone。 ということで、今回の特別講師は英語ペラペラ、バクステアイドルキャストの堀内香織先生。 I'm ready to teach English today. My name is Kaori Horiuchi. And are you guys ready for the English lesson? Yeah. Okay, good. Yeah. CM の後、レッスン開始。プロデューサーは君だ。秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。ますます盛り上がりを見せるバックステ外神田一丁目を、君ならどうプロデュースする？秋葉原へ急げ。それ、かわいいね。てかそれ、ティーナっしょ。ティーナ、これ、ティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストけな。ティーナって何？ティーナ。ハ
オマルハン巫女の時間即興ダンス対決。ダンスは自信がありますよね。そうですね、はい、ミコーズのね。わかりました、はい、でそれ誰が行きますダンスは。ではうちのダンスリーダーカンナミ、いってらっしゃい。行きますか。カンナミ、よろしく。ダンスリーダーなんですか、カンナミさんは。私はダンスリーダーです。自信ほどは負けません。お、対するバクステリア外から一人チーム、はい、じゃあバクステの意外と踊れる重力 AD 渚が行かせてもらいます。はい、頑張ってください、はい、さあ早速行きましょう。それじゃあミュージックスタート。それじゃあミュージックスタート。計算なんじゃないですか、もしかして。あら、何何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 何ここでお知らせ。2月20日から渋谷スタジオがミコーズスタジオに大変身。3月5日に発売するデビュー CD が予約できたり購入できたり、ミコーズのメンバーが直接対応してくれるなんてことも。ぜひ遊びに来てね。全然、はい、どうぞ今日は進めてもらいたいと思いますけど、はい、よろしくお願いします。まあ、モーニング娘。の曲の中では結構英語の単語がちょっと出てきますから、その辺のことぐらいでまず分かってもらいたい。そうですね、はい、じゃあ先に、うん、あの皆様 の、 あの曲の名前とかをちょっと英語で、うん、素晴らしい英語の発音でいきたいと思いますので、うん、発音練習の方をやっていきたいと思います。 OK repeat after me OK OK Help me Help me One more timeHelp me. Help me. Okay, good. That's really, really good. じゃあ一人ずつ。はい。じゃあ石田さんからお願いします。Help me. Help me. どんどん言ってみましょう。Okay. じゃあ小田さんお願いします。Help me. Help me. That's good. Okay. じゃあ生田さんお願いします。Help me. Help me. Okay. Okay. はい。じゃあさやしさん。はい。Help me. One more time. Help me. Help me. Help. Help me. Okay. Good. 大丈夫です。歌ってるんですよ。はい、じゃあ次ですね。さあ、どんな曲ありますか。はい。うん、じゃあもう一つ、うん、モーニング娘。さんの曲で。うん、Love Revolution 21. じゃあみんなで。はい。Repeat after me. Okay. Love Revolution 21.Love Revolution 21. Oh, no, 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 no. Okay, one more time, one more time. Love. Love. Revolution. Revolution. 21. 21. Okay, good. Okay, each one of you. Okay, じゃあ石田さん。Love Revolution 21. Love Revolution 21. Okay, 小田さん。Love Revolution 21. Love Revolution 21. Oh, it's really good. Yay!雰囲気ね。じゃあ、生田さん。Love Revolution 21. Love Revolution 21. 悪くない。It's good. Okay. はい、じゃあ、さやじさん。Love Revolution 21. Love Revolution
21. One more time. Love. 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 Revolution. Revolution. 21. Good. 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 じゃあそれでは他に日本人の方が発音しづらいと言われている単語の方を練習したいと思います。はいはい、いきますよ。 Vacation. Vacation. V sound. Vacation. Vacation. One more time. Vacation. Vacation. That's good. Okay. One more. Birthday. Birthday. TH sound. Birthday. Birthday. Let's say happy birthday. Happy birthday. It's close. じゃあ石田さん。Happy birthday. Happy birthday. はい、じゃあ小田さん。Happy birthday. Happy birthday. おー、いいね。はい、じゃあ生田さん。Happy birthday. Happy birthday. はい、じゃあさやしさん。Happy birthday.Happy birthday! 笑顔で、笑顔で。でも絶対通じると思います。はい。じゃあ他はですね、もう一つ日本人の方がすごく発音しづらいと呼ばれてる。Water。なんて言いましたか？水。お、正解。Water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 。これで意外に伝わらへんのよ。そうなんです。あれ見てくださいって向こうで言っても伝わらないから難しいです。いや俺こんなちょっと水そうだい。Hey, here's your water. Thank you. じゃあ小田さん、water. Water. What's really really good. 石田さん、water. Water. One more time. Water. Water. It's good. じゃあ、生田さん。Water. Water. 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 It's good. OK. じゃあ、林さん。Water. Water. 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 Wow. Wow. 水を一杯くださいから、無視する。Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. It's good. Water. Water. See you next week.知らせです。来る3月17日ズンツベプレゼンツ春の大感謝祭と題して新宿ブレイズにアイドルが大集合。詳しくはズンツベブログをチェックしてね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。オールオートフォークリスマスを研修生時代にちょっとレッスンしたことがある。歌える？全然全然。 All I want、そうだけ。いや全部歌えるんですけど、いいよいいよ、それ音でやっていって、そう、声ほら、声の私、音が忘れないです。まあ次も一文字かもしれない。来週も続くよ。